ゆめちょ YouTube チャンネル。本日ご紹介するお花はペンタスです。夏の暑さに強く開花期間が長いのが特徴です。開花期間は10月頃までで、できれば8月頃までには植え付けましょう。大きく育つため複数株を植えるときは株間を20から30センチ空けてください。水やりは土が乾いているのを確認してから与えましょう。過湿で根腐れを起こしやすいので与えすぎには注意してください。開花期間が長いので肥料は定期的に施しましょう。植え付け時の元肥、また液体肥料は2週間に1度与えてください。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。